皆さんこんにちは、劇団ムーンの月部です。二之助です。というわけで今回はセバスチャンのカリプソキッチンにございます。新メニューの方をレビューしていきたいと思います。はい。カリプソキッチンって個人的になかなか行く機会がなかったんですよ。はいはい。なんで今回行ってもう評価が382度変わりました。おお、プラスの22度はどこだったのかが気になるところではありますけれどもね。ぜひご注目ください。それがこの動画を見たらわかるということですか？わかります。最後までぜひ見逃すことなく見ていただきたいと思います。もうね、私たち新メニュー紹介の時からねカリプソキッチン気になってましたから。大注目でしたね。はい、早速その気になる商品食べてきましたのでレビューしてまいりましょう。まずはエビカツサンドエッグチキンスプレッドでございます。こちらはね、新エリアをモチーフにしてまして、美女と野獣のベル、こう卵がねベルということで、その上に野獣を表すカツサンドが乗せられている。違う、 C だから。あ、違うんでしたっけ？違います。もうそれは月兵衛さんが脳内で勝手に作ったストーリーです。あ、それはアイムソーリーですねもうこれね、もう写真で見ただけでも気になってましたけども、どうだったんですか二之助さん。バチバチに美味しかったね。いや美味しかったね。いやうまかった。このエビカツが、やっぱり主役なわけじゃないですか。これがもう衣のサクサクと中のエビのプリプリ感が、いやもう予想通り、いや予想を超えてきてましたね。本当だよね。もうエビがまだ生きてたもんね、プリプリで。本当に踊っててびっくりしちゃった。え、カリプソキッチンって生きてるもの出すんだと。生きてない、ボケた。ああそうかそうかそうか。生きてるかと思わせるようなね。そうだね、プリプリ感。やっぱり生きてたかな。少なくとも30分前までは生きてたんじゃない。まあメディテリネアハーバーのね、生けすから取ってきただけありますよね。そうだね。うん、海底にあるわけだからメディテリネアハーバーなんてもうすぐ行けるしね。あ、そうか、つながってるから。そう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 、斜め上にてピッてやるぐらいのもんなのよ。なるほど、ね、ああいいいいレビューですよ。そうだ、サクサクプリプリということで、うん、お味の方はいかがだったんですか？最高でしたね。うん、揚げ物ってやっぱりこのソースが命だと思うんですよ。確かに。写真の方でもソースかかってる絵が出てますけど、そうっすねこのソースエビカツにめちゃくちゃ合ってました。やっぱりこういうカツサンドのソースってもう絶対欠かせない存在だよね。いや大切。そしてね、卵はこう写真で見た通り卵サラダっていう感じでね、マヨネーズがたっぷり入った美味しいエッグチキンスプレッドでしたね。いや本当でした。そしてね、野菜のこのシャキシャキ感も良かったんですよ。そうだよね。これはもうあれですかね、水中の野菜ですかね。水中栽培野菜、最先端ですね。いや結構ディズニーすごいね。新たな科学を開発して、水中栽培。まあ僕たちが知らなかっただけで、昔から海底でこうトリトンが育ててたっていう説はあるけどね。ちょっとトリトンさんに私たち人間学ぶべきことたくさんありますね。あるね。やっぱり私たちネモ船長のような冒険の心っていうのは忘れちゃいけないなと思いますね。なんかそこでディズニー好き感出さなくて全然大丈夫です。あ、本当？なんか私ディズニーの裏知ってますみたいな。あ、そっか。はい。うん、ちょっと見てて痛いです痛いレベルだった。もう差し通されるような感じ。あ、本当。はい。やっぱり身内からそうやって真剣な助言もらえるってすっごいありがたいことだよね。よかった、今言ってもらったことによって今後数本の動画が、うん、もういや数本どころじゃないね、今後ずっと動画の中で、うん、僕が痛い思いをしなくて済む。いやもう本当に僕の言うことだけ聞いてればいいから当チャンネルはワンマンチームです、ね、ワンマン座長です、ね、ワンマン座長。はい、ついていきますよ。だからレビューですよ。レビューですよ。このパンもね、他のエビカツとかエッグチキン、そうしたものの味を引き立てるために、うん、それほどね主張が強くないパンで、もう脇役に徹しながらももちもちで、主役でありそうで脇役のような、はあ、主演男優賞でありそうで助演男優賞みたいな。なんかだんだん難しくなっていくね。
もうそこはミッキーフレンズにおけるプルートみたいでいいんじゃないですか。ニノスケさん、はい、そういうところですよ、ディズニーオタク感です、ね、今褒められるんだと思ったんだけど違いますよ。違う、わかりやすく伝えないと。ああ、そうだ、勝手な二之助さんのそれはイメージだから。え、今ちなみに伝わった僕の意図が伝わりました、ね、あ、本当、説明してみてください、はい、プルートと同じようにエッグチキンが黄色かったってことですよね。全然僕のこと分かってない僕が言いたかったのはこれから仲良くしていこうねあ、はい、まあ、とにかくね、かなりボリュームがあってコスパも高い。これで670円ですからね。いや、安い。男性も女性ももう楽しむことができるサンドだなと思いましたね。はい、私たちね、一押しのメニューでございますので、ぜひ食べてみてください。はい、そして2つ目はソーセージとミートソースのピザでございます。僕もこれ期待してたんですよ。そうだよね、カリプソキッチン海底の設定なのに海の幸が何も入っていない本当だよね。そう、ディズニーがこれをわざわざカリプソキッチンで出すことに深い意味があるんじゃないかなと思って。なるほど。もう考えに考えて眠れない日々を過ごしてたわけですから。あ、そんなに気になってたんだ。気になりますね。同じセリフを新エリアの時にもあなた言ってたからね。もうだから全然寝てないんですよそれも言ってたね。1ヶ月のうち 3.5 週間ぐらいは寝てない。気になりすぎちゃって。あ、そう。道理でなんか人間としての質が低くなってるなと思ったはずだよ。くぅーくるにでこちら二之助さん、はい、カリプソキッチンで出す価値があったんですか。ありましたね。逆にこれはカリプソじゃないとダメだと思いましたね。なるほど、その心を教えてください。ん、多分なんでしょうね、なんかスポンサーとかなんかそういうあれがあったんじゃないかな。いや適当かいや、まあぶっちゃけやっぱり月部さんが言うように、はい、なんでこれがここなのかっていうのはわからないけど、うん、一つだけ言えるのはめっちゃうまかったね。いやうまかった。もうなんと言っても、はい、これびっくりしたのはボリュームにびっくりしました。うん、ピザって一枚でお腹いっぱいになるっていう発想がまずなかったんですよ普通の人はだいたいお腹いっぱいになりますよ。そうかな。え、あの宅配ピザとかも1枚でお腹いっぱいなんない感じですか。まあ、なかなかあれを 1人で1枚食べる機会がないっていうのはあるけど、なんかお腹いっぱいになるものではないってイメージだったんだけど。あー、なるほど。こちらは、はい、生地が厚めに作られてたので、はい、すごく食べ応えがありましたね。ふっくらパンピザですよね。ふっくらパンピーでしたね。このピザ渡された時に、うん、フォークがついてきたんですよ。はいはいはい。ナイフがついてくるのは切り分け用だって分かるんですよ。確かにね。まあ、フォークもまあ手汚したくない人用なのかなとは思ってたんですけど、はい、なんでフォークなのか分かりました。なるほど。これ普通に持つともうボリュームがありすぎて先端が垂れ下がっちゃうんですよ。なのでその垂れ下がるところをフォークで優しくそっと支えてあげる。左手は添えるだけ。そう、フォークは添えるだけ。それぐらいボリュームがありましたね、このピザ。もうやっぱり持った時に先が垂れるかどうかで、うん、ピザの美味しさって決まってくるからね。あ、そうなんだ。やっぱり、いや、そうではないかもしれないそんなことだろうとは思ったよ。まあでもボリュームが美味しいピザって大体美味しいじゃない。美味しい美味しい。このね、上に乗ってるミートソースもすごい濃い味のミートソースでね、うん、もうガツンとパンチのある味でしたね。ほんとそうだった。ウインナーも大きかったしね。大きかったよね。このミートソースとソーセージとそしてチーズですよ。いやー、チーズ、この三大巨頭が、おお、もうこのピザのもう土俵ですよね。これ相撲の土俵じゃないですか、この土といい。なるほど。おお、そこでもう大相撲を取ってるかのような。なるほど。3人でね、もう三重師が、いや3人の横綱が、ほう、あ、いや、お笑いのビッグ3が、ちょっとまとまってから言ってもらっていいですか。あー、すいません、うん、まあ3人の小人が戦ってるような小人になったもうとにかくこの3つの相性は抜群だったよね。本当だね。そしてボリュームもあったじゃないですか。ボリュームたっぷりだった。もうこれはね、先ほどのエビカツサンドと同じくコスパ最強ですよ。最強でした、これは。あ、でも最強って言っちゃうと
他のが出てきた時になんか超えてきたらあれだから、あんまり最強とか使わないのか。大丈夫大丈夫大丈夫、そん言い方あれだけど、そんな真面目にならなくていい。あ、ほんと、うん、また大丈夫。もうコスパじゃ最強ということで。最強でした。現時点ではね、最強ということで。炎上を過度に恐れる人みたいになってるね。ぜひね、がっつりしたものを食べたいという方は、このソーセージとミートソースのピザ、食べていただきたいと思います。はい。ということでね、今回はセバスチャンのカリプソキッチンの新メニューの方、レポートしてまいりました。みのすけさん。はい。今回の食べた2つのメニュー、うん、もう漢字1文字で表すならどんな感じですか。もう言っちゃってください。3、2、1、はい。盛るっていう字ですね。毒を盛るの違う、あの毒を引き合いに出さないで、大盛りの盛りと言ってください。あ、盛り盛り、なんて読めばいいですか。それ盛りですか。盛り盛りだね。ちょっとかっこ悪いですね。そうか。そしたらじゃあまあもう男とかでいいよ。あの漢字の漢の方ね。なるほど、うん、男男、あの書体もちゃんとあの和のゴシックに書いてある。ああ、なるほどね。じゃあ男ということで、はい、今日の動画は締めさせていただきたいと思います。なんか申し訳ない。でも本当に男性の方がね、食べても満足いただけるボリュームでしたから。そうでした。皆さんにおすすめできるメニューでございます。それでは本日はこれにて終焉でございます。私たちのチャンネルではディズニーをもっともっと好きになっていただくためのお役立ち情報やパークフードレビューなどを配信しております。動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価をしていただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。